いつもと違う自分ですか？私は幼い頃から道場に出入りする生活をしていたこともあり、いつも平常心であろう、いつも変わらぬ自分であろうと努めてきました。多少のことで動じてしまっては試合でもいい結果が残せませんから。ですが最近はいろいろな自分が出てきたような気がしています。自分に芯を持つことも大事ですが、変化を恐れないことも大事なのだとミューズのみんなから学びました。ステージ上でいろいろな自分を出せた方が見てくださる方たちにも楽しんでいただけると思います。あなたはどんな私が好きですか？冗談です。また一緒に練習してくださいね。